Ah. これから旅立たれるのであれば、拠点が必要となりますな。利休ソラネルをお使いになられてはいかがでしょうか。ソラネル、私が眠っていた場所ですね。使えるのならありがたいですが、今からみんなで戻るのは大変では。ソラネルには不思議な力がございまして、神竜の力があればどこからでも出入りが可能なのです。そうなんですか。はい。 逆に申し上げれば、神竜の力がないとソラネルに入ることはできません。我々竜の守人でさえ、ルミエル様のお力なしでは一歩も足を踏み入れることができませんでした。それがソラネルが最も堅牢なソラの要塞と呼ばれるゆえんです。それは心強いですね。バンドレの提案通り、拠点として使いましょう。でも出発する前に少しだけ 時間をくれますか。お、母さんに挨拶をします。しばらくここを離れることになりますから。わかりました。お待ちしておりますので、どうかごゆっくりと。母さん、今までずっと守ってくれてありがとう。きっと長い旅になると思いますが、 バンドレたちも一緒なので心配しないでください。私は神竜として必ずあなたの意思を継いで指輪を集めます。行ってきます、母さん。無事にソラネルに戻ってこられましたね。目覚めてすぐの時は気づきませんでしたが、こんなに広かっただなんて。 今はがらんとしていて何もありませんが、仲間が増えれば賑やかになるでしょう。設備を整えれば戦闘にも役立ちます。どうぞご検討くださいませ。わかりました。ところで神竜様、これに見覚えはございませんか。装飾品？初めて見るものです。珍しい水晶でこしらえられていますね。これがどうかしたのですか？ 襲撃の後、指輪の間に落ちていたのです。あなたさまのものかと思い、お持ちしたのですが、どうやら違うようですな。他に持ち主もおりませんので、敵兵のものであれば処分を。待ってください。見覚えはないのですが、何か懐かしいような感じがします。であれば、これは神竜様がお持ちください。何か思い出すことがあるかもしれません。ありがとうございます。 そうだね。
聞いてくれ。聞いてくれ。神竜様、何をなさっているのですか？あ、クラン、明日は忙しくなりそうですから準備をしていました。でしたら僕が代わりに。神竜様はお休みください。そんなの悪いですよ。いけません。でも僕は33代、いいえ、僕だけではありません。千年も待った僕たちにとって死んだからお気になさらず。わかりました。ありがとうございます。お礼を言うのはこちらです。あなたのような進化を持って。本当です。良いですか。
りかい？そうだね。あら、良いですか。何？
良いですか。本日のあ、起きてらっしゃいま。説明します。着いたよ。ここがフィレネ王国だ。のどかで美しい場所ですね。ありがとう。見たところ周辺に異形兵の襲撃はないようだ。リトスの力は海を越えてくることになったけれど、疲れていないかい？平気ですよ。ならよかった。強引に連れてきてしまってすまないね。ここへは私の意思で来ています。どうかそんなに気を使わないでください。よかったら王城に着くまでにフィレネのことを教えてくれませんか？ああ、お安いご用さ。我がフィレネ王国はエレオス大陸にある4つの国の南西に位置している。国を治めているのは僕の母である女王イヴ。春の季節が長く、国土には緑が多く実りも豊かだ。民も王族も平和を愛し、数百年もの間戦をしていないんだよ。素晴らしいです。歴代の王様方の統治の賜物ですね。君にそう言ってもらえると嬉しいよ。
この平和を強固なものにしようと母の代で三国不戦同盟を結んだんだ。これがある限り同盟国である隣国ソルム王国とブロディア王国とは戦争をしない。ソルム王国とブロディア王国、自由の国と武力の国だと聞いています。その通りだよ。ソルムは自由な国風でフィレネ王国に対してももともと友好的だったんだ。ブロディアは説得を続けて同盟を結んでくれたけれど、国王は野心的な人物でね、今も自国の領土拡大のためにたびたびイルシオン王国に攻め入っている。イルシオン王国、その国は不戦同盟に参加していないのですか？ああ、あの国はフィレネから最も遠いこともあって交流も薄く、わからないことも多いんだ。特徴としては冬が長く雪深い国で、蛇竜を信仰している者たちがいる。蛇竜を？だからといって国全体が悪いわけではない。個人的には複雑だけれど、何を信仰するかは自由だ。神竜様もイルシオンの民や王族のことをどうか悪く思わないでほしい。大丈夫、分かっています。私が憎むべきは蛇竜、そして母さんを殺したものです。アルフレッド、次はフィレネに託されている指輪について教えてください。フィレネに伝わる指輪は慈愛の王女の指輪だ。見た感じは本当に普通の指輪で、リトスの王城で君たちの戦いを見るまでは紋章師の存在はただの伝承だと思っていた。彼らが本当に存在するだなんて、妹が聞いたら驚くだろうな。妹？この国の第一王女のことだ。名はセリーヌ、今は女王と共に城に残っているよ。お城に行けばセリーヌ王女にも会えるのですね。気軽にセリーヌと呼んでやってくれ。君に親しくされれば妹も喜ぶだろう。ああ、フルルの風車村が近づいてきた。ここを抜ければ王城が。あ、なんだか村の様子がおかしい。え？何かあったのかもしれない。急ごう。これは異形兵がこんなに。やはり姿を見るとおぞましい気分になりますね。なんということだ、ここは平和の村だったのに。一刻も早く討伐しないと。手を貸してくれるかい？もちろんです。囲まれてしまうなんて、これじゃお兄様のところに行けないわ。セリーヌ様、ここは我々に任せ、お逃げください。敵がこれ以上増える前にお早く。ルイ、クロエ、でもあなたたちが。姫をお守りするのが我らの使命。ここでやられるほどやわではありません。お急ぎください。お城の一大事を早くアルフレッド様にお伝えしないと。分かったわ、必ず戻るから、それまで持ちこたえて。すみませんね。本当ならクロエにはセリーヌ様に寄り添い、片時も離れてほしくはありませんでした。あらまあ、私もセリーヌ様とルイに一緒に逃げてほしかったわ。騎士は姫に寄り添ってこそだもの。再びセリーヌ様にお会いするために頑張りますよ、クロエ。ええ、ルイ。
ジグルド。ああ、どうしてここに。母上と城にいるんじゃなかったのか。大変なの。お城にイルシオン軍が進軍してきているわ。なんだって。イルシオンが何の目的で。わからない。何もわからないのよ。お母様はこのことをお兄様に伝えなさいって。私、イルシオン軍が来る前にお城を出たの。でも港に向かう途中で私を逃がすためにルイとクロエが残って戦っている。お願い。分かった。セリーヌ、紋章師の指輪を持っていますか。ええ、お母様が。あなたはまさか神竜様。はい。ついに目覚められたのね。紋章師の指輪はこちらに。どうぞ神竜。守れ響きのエンブレム。私は紋章師セリカ。争いは好まないのだけれど。答えてくださり。これがすごいわ。私も戦うわ。お願い神竜様、この村の民たちを。わかりました。弓兵が多いわね。これじゃ思うように動けないわ。では弓兵は僕が倒しましょう。重装兵は魔法が弱点だものね。私は魔法には強いから任せてちょうだい。たまにはお互い守り合うのも悪くないわね。新たな扉が開きそう。
あの民家、門が開い、今は異形兵がはびこっていて。やってみせます。よろしくね。ここに来る途中、あなたの声が聞こえた気がした。私もよ、セリーヌ。あなたの大切。はい。私には今、もう。平和のため戦おう。指示を頼みます。外にバグ。お礼に。礼戦ありがとうございます。竜の守り人として。承知しましたわ。守り人として。悪くない気分です。行きましょうか。神竜王城での戦闘の後、指輪の間に落ちて。マルス、何か。それは竜の時水晶。戻せる時間には限りがあるけれど、戦場で竜の時水晶手に入れた以上は有効に使おう。君になら。
てくれましたか？知らせてくださり、砦にいる。Yeah!
よくぞ。衰える人産はない。花をめでに。新しい扉ですね。救世主ね。もう行くの？逃がさぬぞ、フィレネの姫。この身を捧げよう。命ある限り。
みんな見ていてください。正規兵さえ引き抜いていればこの私にだって。危なかったね。大丈夫？助けてくれてありがとうございます。あなたは私の命の恩人です。そんな当然だよ。困ってる人がいたら助けなきゃ。あなたは一人でここに来たんですか？うん、戦ってるのが見えたから私も力を貸せればって。勇敢な方なんですね。実は私は異形兵が苦手で思わずひるんでしまったので助かりました。そうだったんだ。自己紹介が遅れましたね。私の名前は。素敵な名前だね。私はベイル。ベイル。ちょっといいかい？マルス？異形兵がいなくなったとはいえここはまだ危険かもしれない。見たところ彼女は兵士ではないようだし、家か宿まで送り届けた方が。それもそうですね。あのベイルはどこから？あれ？いなくなっています。神竜様。セリーヌ、今ここに来るまでに女の子を見ませんでしたか？小柄で長い髪で。女の子？いいえ、見ませんでした。そうですか。すみません、何かありましたか？神竜様にお礼を申し上げたくて。アルフレッドお兄様から聞きました。フィレネーの救援依頼を受けてくださったこと、それからここで助けてくださったことも。本当にありがとうございます。いえ、いいんです。アルフレッドから聞いているかもしれませんが、私たちは友達なんですから。友達？お兄様がそんなことを？ごめんなさい、なんて無礼な。信仰の対象たる神聖な神竜様を友達だなんて。そんなに崇めないでください。母はともかく私は立派なものではないんです。目覚めたばかりで世の断りにも疎くて、失敗することもたくさんありますよ。そうなのですか？てっきり神竜様は全知全能の存在だとばかり。失敗もされるだなんて、なんだかとても親しみやすく感じてしまいます。セリーヌさえよければ仲良くしてください。もちろん喜んで。これからよろしくお願いいたします。
そうですわ。さて、ありがとうございます。はい。ええ。はあ。ありがとうございます。はい。ああ。さて、なあ、あんたらちょっといいか。え、突然話しかけてすまない。俺は武器屋、こっちは道具屋だ。さっきのあんたたちの戦いぶりを見ていてね。もし武器や道具が必要ならどうかと思ってな。強い武器、良い道具を提供することで化け物の討伐に貢献したいと思っていますの。行商の旅をしている我々にとっても奴らは脅威ですので。それなら私たちの活動拠点に店を出す気はありませんか。神竜様、あの場所にはまだ施設がありませんし、彼らが来てくれれば助かると思うんです。あんたが俺たちに店を出させてくれるってのか。あなた方が良ければ。我が軍はこれから武器や道具を必要としますし、拠点は安全で化け物も出ませんよ。そりゃいい。
ぜひともよろしくお願いします。ありがとうございます。より良い品をご提供できるよう尽力いたしますわ。ありがとうございます。道具屋の説明をいたしますわね。またいらしてね。驚いたぜ。武器屋の説明をするぜ。前田リー。いいかい？そうだ。
綺麗にしてほしいな。君の優しい気持ちが伝わったよ。ありがとう。綺麗になるかしら。いつもこうして大事にしてくれてありがとう。丁寧に扱ってく。君とこうして過ごす時間は悪くない。